こんにちは。今日は多くのツインレイカップルが経験するサイレント期間についてお話ししていきます。まず怖いほど当たるツインレイ鑑定についてご紹介していきます。私だけでなく、たくさんのツインレイを出会わせ復縁まで導いている都合で占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために、初回キャンペーンとして私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツインレイと結ばれたい方は、ぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。ツインレイと会えなくなって辛い日々が続いているツインレイとの関係は一体どうなるんだろう？そんな悩みをお持ちのあなたへ、サイレント期間中に起こる不思議な体験談を10個ご紹介します。これらの体験は、ツインレイとの深いつながり、そして、二人の魂の成長を物語る貴重な証です。1、ツインレイとのサイレント期間における不思議体験談10選。ツインレイとのサイレント期間は、二人にとって試練と成長の期間です。この期間中は、様々な不思議な体験をすることがあるでしょう。サイレント期間に入ってすぐに体調を崩したツインレイと離れてから、微熱や頭痛、眠気や倦怠感など、風邪のような症状から体調に不調を感じていましたが、薬も効きませんでした。ですが、ツインレイと離れ離れになるのは運命であり、必要なことだと受け入れたら、自然と解放に向かっていったように感じます。ツインレイと離れることは、肉体的にも精神的にも大きなストレスとなり、体調を崩してしまうことがあります。それは、魂レベルでつながっているため、ツインレイの心の状態が、自分の体調にも影響を与えるからです。離れていてもつながっている感覚がある、会えないばかりか音信不通の状態になり、寂しさや悲しみに暮れていましたが、そんな時でもツインレイの存在をそばに感じることが何度かありました。その感覚があったからこそ、辛い時期を乗り越えられたのだと思います。サイレント期間中は、ツインレイと物理的に離れていても、魂レベルでは、つながっている感覚を強く感じる人が多くいます。それは、ツインレイとの深い絆によって、二人の魂が、常に共鳴し続けているからです。相手の考えや感情がテレパシーで伝わってきた。ツインレイと離れてから、会っていないのに相手が考えていることや感情が、と自分の頭の中によぎることがありました。ツインレイは、魂レベルでつながっているため、テレパシーで、意思疎通をすることがあります。サイレント期間中は、相手の考えや感情が、テレパシーを通して伝わってくる場合があります。それはツインレイとの深いつながりによって二人の意識が共鳴し、思考や感情が共有されるからです。ふと寂しさを感じて涙が出た。急に悲しくなって涙が出て、ひどい時は声を出して泣いていたこともありました。胸が苦しくなって、やりきれない思いや辛くて耐えられないと思ったことも、後で分かったことですが、私がそのような状態だった時期、相手は相当辛い思いをしていたそうです。サイレント期間中は、突然、悲しさや寂しさに襲われることがあります。それは、ツインレイの心の状態が、自分の感情に影響を与えているからです。ツインレイは、魂レベルでつながっているため、お互いの感情が、深く共鳴し合います。ツインレイと偶然ばったり会った。サイレント期間中のはずなのに、偶然ツインレイにばったり会いました。
それがきっかけで、サイレント期間が終わることになったのですが、すごく不思議なことで、運命を感じずにはいられませんでした。サイレント期間中に、ツインレイと偶然ばったり出会うことは、よくあることです。それは、ツインレイとの再会は、運命によって導かれているからです。ツインレイと似た人に出会った、ツインレイに会いたい気持ちが強かったからか、やけに似ている人を見かけることが多かったです。顔や後ろ姿、話し方が似ているなど、どこか彼を思い起こさせる人ばかりに会うことがありました。サイレント期間中は、ツインレイと似たような人に、頻繁に出会うことがあります。それは、ツインレイへの思いが強く、無意識に彼を探し求めているからです。ツインレイに関連する数字や匂いと遭遇する、彼を連想させる香りを、頻繁に嗅ぎ取っていたことがありました。香りに気づくたびに思い出すので、不思議と寂しい気持ちにならなかった記憶があります。サイレント期間中は、ツインレイに関連する数字や匂い、音楽や場所などに遭遇することがあります。それは、ツインレイとのつながりを、無意識に感じ取っているからです。ツインレイ女性は、精神的に自立を目指す、ツインレイと離れて、私は、自分自身と向き合う時間を持つことができました。そして、精神的に自立することを目指すようになりました。サイレント期間は、女性にとって、自分自身の内面と向き合い、精神的に成長する貴重な時間となります。ツインレイ男性との関係を通して、女性は、自分の内面的な強さに気づくでしょう。ツインレイとの絆を信じられるようになる。ツインレイと離れて初めは絶望的な気持ちになったり、強い不安に駆られたりしていました。ですが、次第にネガティブな気持ちが薄れていき、自然と離れていても、きっと再会できると思えるようになっていました。サイレント期間は、ツインレイとの絆を信じるための試練です。困難な状況を乗り越えることで、女性は、ツインレイとの絆をより、深く信じられるようになります。ツインレイ男性は精神崩壊を起こすことがある。サイレント期間中は、ツインレイ男性は、精神的に不安定になりやすい。彼の心の状態が、とても心配だった。ツインレイ男性は、女性と離れることで、大きな精神的なストレスを感じ、精神崩壊を起こすことがあります。それは、ツインレイ女性とのつながりを失うことで、魂レベルで不安定になるからです。ツインレイとのサイレント期間は、二人の魂を成長させるための、重要なプロセスです。様々な不思議な体験を通して、ツインレイとの深いつながりを感じ、二人の絆は、より強固なものとなるでしょう。この動画が、サイレント期間を乗り越えるための、ヒントになれば幸いです。チャンネル登録&高評価をお願いします。